どうも、ほぼ日アテアートの山下です。本日もよろしくお願いいたします。まず1対1のラテアート教室ですが、4月が29、30で満席となり、5月も、半分ほど埋まってきておりますので、よろしければお早めにお願いいたします。また企業の方などは、できるだけ、行かせていただいたりしますので、そのカスタムの方で声をかけていただいたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今回ですが、焙煎にも触れていこうと思います。よくその焙煎でハンドピックって言いまして、汚い豆をどんどん取っていくんですけども、どれだけ取ればいいですかっていう質問もあったりしますので、まあ、適当にっていうわけにもいかず、まあがっつりと取ってもらえばいいと思います。ですね、まあその、まあ、実際に私がやっていきますので、それを見ながら説明させていただけたらなと思います。では本日もよろしくお願いします。それでは、ピッキングですね。まあその前に、まあ、コーヒーという木豆はこういう感じで茶色い豆になります。結構匂いっていうのもあまりいい匂いではなく、どちらかというと臭いと言いますが、まああまりいい匂いではないです。でこれを焼いていって、まあ、水分を飛ばしていっていい匂いになっていくって感じですね。でまずでは私の焙煎機の場合 500g 焼きますので、まあ、ピッキングして 500g になるように、まずはじめにですね、大体 530g ぐらい用意します。でここからどんどん豆を弾いてピッキングをしていきます。でハンドピッキングの時は何でしょう、黒い紙とかそういうものの上で、まあ、やっていただいたらより見つかると思いますが、まあ、今回は撮影っていうことで、まあ、簡易的にやります。まあ、普通にこの中からどんどん取っていくって感じですね。で、まあ、ざーっと出していただいて、ここから一粒一粒見ていきます。で、ピッキングについてなんですけど、まあ、もちろんこういったカビとかですね、は弾きますし、こういう色の変わってしまったものについても弾いていきます。パッと見るだけで結構多いんですよ。あとはもう変形、三日月とか言うんですかね、三角形の形になってしまったようなものです。こういったものも弾きます。まあ、今回はちょっとまあつまらない、あまり動きのない感じですけど、まあどんどん話をしながらできたらなと思います。これ虫食いですね。まあそのピッキングをなんでしないといけないかっていうことなんですけど、やっぱこういった悪いものが一粒でも入ってますと、大体なんか綺麗な豆 10g ぐらいの邪魔をしてしまうそうなんですね。ですのでできるだけ弾いていきます。これが未成熟の豆、緑色な感じですね。で大きい業者とかになると、これを弾いていってる暇がなくなります。そうなるとやっぱり美味しい豆っていうのが作れない感じですかね。でピッキングが苦手、またあまりやりたくないっていう人は、まあ、じゃあスペシャリティコーヒーでかなりランクのカップオブエクセレスっていうやつですかね、を買ってもらえば、多分ピッキングをほとんどしなくてもいいかと思います。これ割れです。これここから焦げる原因になります。ですね、そういったいいものを買って、まあ、ピッキングを避けるっていう方法もあります。また大きい業者、また大企業とかになりますトン単位で輸入しますので、そうなると研磨をかけて
もう豆をきれいにしてしまうっていう方法もあります。研磨をかけるとまあ美味しくはなりますけど、何かこう個性がなくなって結構単調な苦味になってしまいます。で、判断が難しいのはこのピーベリーとね、ピーベリーっていうのは特殊な豆で、一つの実に一つしかないんですよ。普通は一つの実にこうくっついた状態で一つの実の中に二つ入ってるんですけど、こういうピーベリーっていうのは一つの実の中に一粒が入ってるって感じです。で、私の場合はピーベリーは入れます。結構ね、ピーベリー美味しいって言われてるんですよ。底上げしてくれたらなと思う形で入れてます。で、あとこれがね、割れた豆ですね。これ実は爪でコリコリってするとこうベローンと剥がれてきます。ベローンと。これ焙煎中に外れると中からも火が入っていって焦げる原因になります。で、こっちは他の豆に比べて体積、面積が小さいですので、すぐ火が入って焦げます。ですので、こういったものも見つけたら弾いていきます。こういった変形した豆も取り除きます。成熟ですね。もう弾いていってます。で、まあその何でしょう。基本的にまあ200度の温度で、16分など長時間焼きますので、こういった虫食いとかがあったとしても、まあ食品衛生法的にはそのまんま焼いてしまって販売したとしまっても大丈夫なんですよ。で、まあそれを食べるわけじゃないですので、まあ、それにお湯を通しますので、まあそこまで厳密には問われないんでしょうね。また輸入食材ですし。ですけど、やっぱりこう嫌じゃないですか。やっぱ気持ち悪いと言いますか。なんか焦げたものに湯をかけても、まあ想像通り美味しくないですし、嫌ですので、できるだけ取り除いた方が良いかと思います。ただすごい分別の難しい豆もあったりします。モカシダムとかそうなんですかね、 G3 とかあんなも全部そうですけど、ああいうものになってくると若干妥協っていうのが必要になってきたりしますね。それは各店、各個人で自分でマイルールを決めて、まあどこまでやろうかみたいな感じでやっていただけたらなと思います。で、まあ余談になっていきますけど、まあ、コーヒー豆を、多少木豆ですかね、を水で洗って焙煎した方が美味しいんじゃないかとかよく言われますけど、まあ確かに、何でしょう、薄皮を全部めくることができますので、確かに、焼きやすいことはないですけど、味としては作りやすかったりします。ですけど、その、乾燥させる工程に、加水をさせていくっていうのは、どうなのかなっていうのはありますね。これ変形ありますね。
そうなってくるとやっぱりその毎回のデータが取りにくいんですよね。だから店やそういったところで販売されてる方っていうのは味の安定を求めますんで、やっぱりそういったことはかなり難しいかと思います。ですので、まあ、あえて加水はさせずにもう焼いてしまうっていう方が、はい、というかそういう店ですねが多いかなと思います。私も加水はしないですね。で加水をしてから2度焼きしたらいいじゃないかっていう方もいいですね。要はドライポイントですね、まあ、焼いてしまって、まあ、色がつき出したらキャラメル化が起きてきたら一回抜いて冷やしてやったらいいんじゃないかっていう人もいますけど、やっぱり一回こうカロリーって言いますか、熱を加えたものを冷やしたとしてもなんかダラダラ焼いた感じの味になりがちだと私は思ってます。まあ、人それぞれですので、それも一気に洗わずドンと私は焼いてしまっています。作業しながら喋るの難しいですね。こっちに集中してしまう。またこの焙煎に関して焼いてる途中の動画とか焼きながらの私の考えなども説明していけたらなと思いますので、まあ、シリーズ化にしていきたいなと思います。それでは一回カットしていきます。あ、忘れておりました。当ショップではこういった感じでもう本当に手作業で徹底的に除去して、もう毎回データを取って真剣に焙煎をしたコーヒー豆を販売しております。また注文をもらってからあちらの奥の焙煎機で焼きますので、本当に完璧な受注焙煎ですし、短期焙煎ボタンピッてできるようなそんなこともせずにしっかりと時間をかけて焙煎を行いますので、本当に自信を持って販売できるコーヒー豆ですね。よろしければ、じゃあ上の方か、また動画概要欄の方からコーヒー豆について記載しておりますので、よろしければ一度ご購入いただけたらと思います。ぜひよろしくお願いいたします。それでは、このままやっていきますので、一旦またカットします。はい、こんな感じで、ピッキングが終わりました。まあ、これだけ、あまり良くないって言いますか、良くない豆があって、ここに、除去した豆があります。一応これを測ってみましょう。で一応全体が530ありましたので、よいしょ、で、42g、 まああまり良くない豆があったっていう感じですね。ですね、まあかなり多い時は 10% ぐらい、まあ、少ない時でもそうですね 6% で、カップオブセクエクセレスになるとほぼしなくてもいいぐらいになってきますんで、まあでもまあ大体 10% から 6% で、 10% 以上あるものはまあしんどいでしょうね。ですまあこんな感じで真剣に抜いていくと530g の中に 42g も虫食いや焦げや焦げじゃないですね、虫食いとか家計とか未成熟とか変形とかカビとかがありますので、まあそういったものを除去した豆を選んでいただけたらと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回は結構ダラダラとした動画でしたので、まあ飛ばしながら見ていただいた方もおられます。でやっぱりこの焙煎っていうのはもう初めにピッキングして焙煎して、また焙煎が終わったらもう一回ピッキング、ハンドピッキングしますので、まあ僕の好きな方はハンドピックに始まってハンドピックに終わるっていうぐらい、もう本当にいかにそれを取るかがその店の良心っていう方もおられますので、できるだけ焙煎をされる方はまあ抜いてやってみていただけたらなと思います。当ショップでも
そういったもう徹底的に除去をしてもうデータもしっかり取ってやったものを販売しておりますので、どっちかに出ます。また動画概要欄にありますので、よろしければ一度ご購入いただけたらと思います。お試しでかなり安く送料込みで販売しておりますので、手に入れていただき一度飲んでいただけたらなと思います。では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。